はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の2月7日ですね。で、場所なんですけど、今日は広島県庄原市にある、いつもの大木谷オートキャンプ場に来ております。ちなみにここは自分の一番好きなね、44番サイトでございます。で、昨日ねちょっと広島県内に寒波が入ってどっと雪が降ったっていうのもあるんですけど、ここね今ちょっと新規の予約を受け付けてない状態なんで、ほとんど人が入ってないんですよ。なんでめちゃくちゃ雪あります。どのぐらいかなこれ。まあ多分ね自分の膝ぐらいまで来てて、ほぼ新雪なんですよ。なんで今日はねちょっとこの雪使って、まあ、できればね雪遊びとか久しぶりにしてみたいなと思います。で、こんな感じで設営も終わっておりますね。今日は久しぶりにホワイトパップ立ててみました。で、中なんですけど、よいしょ、いつもみたいにねここまあ、ござ引いてます。寝床なんですけど、いつもねこのインフレータブルマットの下にサーマレストのマット引いてたんですけど、今日はなしですね。このインフレータブルマットね結構肉厚で、多分これだけでもいけるんじゃないかなと思ったんで、今日これで寝てみようかなと思います。ちなみに寝袋の方は前回紹介したナンガのオーロラライト1000ですね。で、これなんですけど、これねフォックスっていう、まあ、釣りのメーカーなんですけど、本来はね釣った鯉とかをこの上に乗っけて、あの傷つかないようにするためのマットなんですけど、まあ、確かねこれ防水だったと思いますんで、まあ、いけるんじゃないかと思ったんでね、今日はこれ座布団代わりにして、よいしょ、ここでねちょっと焚き火しながら一杯やっていこうかなと思います。というわけで、時間の方が今何時だちょっとよくわかんないですけど、まあぼちぼちいい頃合いだと思いますんで、早速ね一杯飲んでいきたいなと思います。はい、時刻は13時51分、外気温は 3.9 度、幕内 6.7 度ですね。はい、じゃあね、早速焚き火つけて一杯飲んでいこうかなと思うんですけど、まだね、これ火床セットしてないんですよ。で、いつも使ってるね、この布の火床。これがね、前回のキャンプで50時間っていうあの説明書に書いてる数字を超えちゃったんですよね。で、50時間経ってみてどういう状況かと言いますと、こんな感じで、わかるかな？ちょっとあの、折り目にしてるところがほつれてきて、真ん中のね、一番の熱とこの折り込みが重なるとこ、ここがね、こんな感じでちょっとね、毛羽立ってきてんですよね。まあまあ多分このぐらいだったらね、使えるかなとも思うんですけど、一応ね、説明書に書いてる時間超えましたんで、今日はですねこちらです。このメッシュの火床、これをねちょっと火入れして使っていこうかなと思います。まあ、 あの思い返せばね1ヶ月前の今までの時期かな、このキャンプ場、しかも同じサイトでこっちのね布の火床、これをね、まあ、火入れしましたんで、今日はね1ヶ月経った同じ場所の同じサイトでメッシュの火床を火入れしていこうかなと思います。まあ、ただねこの布の火床はねまだ使えると思いますんで、家焚き火でねちょっと使っていこうかなと思います。まあ皆さんあれですよ、ほんとねちょっと家焼きましたぐらいだとどうにでもなりますけど、キャンプ場の芝焦がしてとかつったらもう大事ですからね。なんでちょっと大事を見てね、このメッシュの火床、これを使って、今日はね焚き火していこうかなと思います。というわけで、ね早速これセットして火入れしていこうと思います。おおすっごい、おおおおおお、映った、映った今、わお、映った今、どう？まあ皆さんあれですよ、ちょっとああいうことがあるんでね、あの雪中キャンプに来てあの屋根の下とかに入るのはやめた方がいいですね。あれ当たったら多分結構痛いと思いますんで気をつけましょう。設営の時とかもねやっぱ木の下とかは基本的に避けた方がいいですね。危ないっす。これちょっと向きがあるんですよね、多分これで正しいやり方だと思うんですけど、ちょっとこの辺を手直ししてこんな感じかな。やっぱ同じ焚き火台にもねこのメッシュか布かで全然顔が違いますね。元はこれですからね。うん、やっぱあのこっちの方がちょっと色気があるな。まあしゃあねえこれをちょっと毎回買い替えるわけにはいかんので、このメッシュでいきます。で、火入れはねもうちょっとめんどくさいんで、この文化焚き付けでいきますね。ちょっと今日はあのフェザースティック作るほどの元気がないです。よいしょ、でかいやつもちょっと横にドンと、これちょっとなんかだいぶくぼんどるな、布のやつと比べたら内側にだいぶ入ってる気がする。こんな感じで、よいしょ、でかいのをまあドンと開けまして、で、これね、カッチャマンファイヤー、これでね、多分つくと思いますんで、しばしね、放置しようと思います。はい、
じゃあね、今除雪車がすごい頑張ってくれてるんですけど、焚き火にも火がついたんで、ね、ここいらでぼちぼち乾杯といきたいと思います。というわけで今日もですね、このトリスのグラスを持ってきましたので、はい、これですね、瓶ビール今日は朝日ですね、これいきたいと思います。雪中キャンプに乾杯。じゃあちょっとね、つまみを出しましょうか。今日はね、これです。きゅうりのぬか漬け、これね、あの俺が家で漬けたやつを持ってきたんですけど、これをねちょっと切って食べようと思います。ちょっとこれサランラップきつくしすぎたな、食べれんかったら持って帰ろうと思ったんで、もうちょっとあのね、こう優しく巻くかタッパとかに入れてくればですけど、ちょっと失敗ですね。で切って食べようかなと思うんですけども、よいしょ、どうしようかな。とりあえず1本出そう。でぬか漬けってさ、どうするんかね。俺ね、作るのは得意なんですけど、あんまね食べた経験がなくって、この周りのあのぬかみたいなやつ取るんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、手で取りますね。手でなんか洗うのも洗うのでちょっとどうかなと思うんで、大丈夫かな、なんかあの絵的にあの YouTube から警告とか来んかな、大丈夫よな多分、さらにこれを除菌シートで拭きます。どんな感じで切るんやろな、こんな感じか。で今日もこの金麦のお皿に入れます。マジこの美的センスがちょっと皆無ですけど、こんな感じでいただきます。よいしょ。で今日ね、まあ今つまみでぬか漬け食べてるんですけど、このぬか漬けに使うねぬか床ってあるじゃないですか、あれってねこう毎日混ぜんといけんのんですよ。で俺もね基本的にこう毎日混ぜてるんですけど、やっぱこう旅行に行ったりとかキャンプに行ったりする日って混ぜれないじゃないですか。なんでこういつもね持って行って、その朝ね毎日、混ぜてるんですけど、いやー大変ですよね、ほんとぬか漬け作るのって。あー橋本環奈見とるかな。でまあ、今ねこのキュウリのぬか漬け食べてるんですけど、さすがにねこれだけだったらあの昼ご飯としては少ないと思いますんで、今日はですねこれです、中華そば容器、これいただき物です。誰にもらったかは忘れました、あのちなみに視聴者さんではございません。というわけで今日はですねこの中華そば容器、一応ねあの私ラーメン動画を配信してますんで、今日はねここで作ってね食べていきたいなと思います。完成。これあの胴体の部分です。でこれ頭ですね。パッと。はい。雪だるま作ってみました。なんとも言えないような顔してますけど、ちょっとねあの撤収の時にはさすがに壊さないといけないと思いますので、それまでねあの飾っとこうかなと思います。はい、時刻は15時44分、外気温は 4.6 度、幕内 4.2 度ですね。はい、ちょっとね、まあ、あの雪だるま作ったりとかまあいろいろしてたらなんだかんだでねいつもの時間になったんですけど、昼ご飯ね作っていきたいなと思います。でこのラーメンなんですけど、一応ねこの麺とスープをね別のお湯で作るあのめんどくさいタイプのやつなんですよね。なんでとりあえずねこうスープ用のお湯は今沸きましたんで、これからねあの麺茹でる用のお湯を沸かしていこうと思うんですけど、今日はねこちらです。日年トップって書いてますけど、これ何かと言いますと、ここにも書いてる通り固形燃料です。今日はねこれでちょっと麺茹でる用のねお湯を沸かしていきたいと思います。取れるかこれ、ちょっと意外と硬そうなんでモーラでいきます。うっ、かけそうじゃない、硬いな。これはこれですよ、ビクトリノックスの出番です。こういう時のこれですよ、これ入れましてと、よいしょ、いったんじゃないこれ、うやー、いたー、さすがビクトリノックス。こんな感じですね。わわわわわわ、雪が落ちてきた。ちょっとね初めてこの日蓮の固形燃料使うんですけど、多分ねちょっとほぐしとった方がいいと思うんで、これほぐしときます。まあ、火がつけば、あ、け、うわっ、
ちょっとねかかった感じだとスースーする感じですね。固形燃料独特の感じがあります。というわけで早速ちょっと着火してみます。このさっきのね固形燃料をこうほぐしてたこれ、この棒にねちょっと焚き火で着火してみようと思います。さあつくかな、つくかな、おついた、さすが一発じゃね。これをこのままこっちに持ってきて、よし行くぜ、おりゃズーブ、あ引いてしまった、ついた、ついとるね、さすが固形燃料じゃん。でこれがね一応火力調整するときに使う内蓋ですね、まあ、これはいいです。でこれがまあ五毒剣風防って書いてたんですけど、これをねこんな感じで折ります。よいしょ、このぐらいかな、いよ、これでね一応セッティング完了っていう形にはなります。麺茹でる用のねお湯を沸かしていきましょう。今日はねスノーピークのトレック1400ですね。これをここにセット、よし、もうすでに沸いてるお湯をここに入れます。検証もクソもないですね。麺茹でるぐらいなんで、どのくらいかな、こんぐらいじゃろ。最初からね沸騰してたお湯を入れたんですけど、だいぶねそれからもグツグツなってますね。火力は十分、ご飯とかもね十分炊けると思いますし、鍋とかもねこれ全然できると思います。じゃあこれですね、さっきも出しましたけど中華そば容器ちょっと開封しています。オープン、ちょっと開けたらこんな感じで書いてますね。お買い上げいただき誠にありがとうございます。俺はもらったんですけど。で、中身は一応付属のスープ。ストレート麺が3つです。今日はね、1人前だけ作るんで、これはちょっとないないしまして、麺が1つと、スープが1つ。これでね、作っていきたいと思います。で、一応ね、今日昼ご飯になんでラーメンしようかと思ったかというと、この容器、このね、ラーメンをもらったっていうのもあるんですけど、これです。Amazon でね、これ買ったんですけど、割れないラーメン丼っていうのをね見つけちゃったんで、ポチってしまいました。一応ね私こうオープニングでキャンプ動画は撮ってるんですけど、一応本編の方としてはラーメン動画を撮ってますんで、こういうのもねちょっと1個持っててもいいかなと思いまして、今回買ってみました。なんでね、今日はこれを買ったといういきさつで、ラーメンね昼ご飯作っていきたいなと思います。ちなみに今の時刻の方は、はい、雪だるま作ってたらもう16時9分ですね。外気温はマイナス 1.2 度、幕内が 2.3 度になっております。いつものことなんで、せっかくね、作ったじゃねえわ、せっかくね買った、このラーメン丼の今日はデビュー戦なんでね、気合い入れてラーメン作っていこうと思います。でまずね作り方なんですけど、麺茹でる前にはこっちの丼温めておきます。なんでこれ熱湯投入ですね。はい、OK。で、この付属のスープですね。これもインストール。それと、俺の経験上ね、このメンマとか、こういうね、煮卵系、これもね、入れとった方がいいんで、これもね、一緒にこう、温めときます。そしたらいよいよ、ストレート麺の登場ですね。そしたら、ここに、麺投入ですね。よいしょ。ちょっと持ってきましょうね。そしたら、ちょっと、麺の方を引き上げましょう。じゃあと、いやいいじゃん、これうまそうよ、うまそう、うまそう。そしたらお湯の方が、1人前 270ml なんで、この沸騰しきったお湯を、缶で 270ml 入れます。こんぐらいで麺です。でこの具材3種盛りですね。まずメンマですね。で煮卵はちょっとそれっぽく半分に切りましょう。バカ、あーこれあれだ、全部通ってるやつだ。超半熟ぐらいが好きだったんですけどね。チャーシュードンといきまして、ネギですね、これをちょっとガバッといきましょう。これ入れすぎぐらいの方が好きなんで、あなた全部いってもいいかなと思ってます。よし、じゃあこんな感じで完成です。早速いただきます。でこの固形燃料ついてますけど、これ最大150時間持ちますんで、ちょっとほっときます。このままオブジェ的な感じでね、ちょっと伸びる前にいただきますね。まずスープです。あーうま。そして麺ですね。スープとかはちょっとね普通の中華そばとかは違う感じで、麺もね俺かなりこれ好みですね。ちょっとお店で食べてみたいな、これ。うん、やっぱちょっと動画撮ってたんで若干麺が伸びてるのが残念なんですけどね、非常に美味しいです。うん、うまっ。
はい、時刻は16時49分、外気温はマイナス 0.1 度、幕内 2.0 度ですね。で無事にね、さっきの陽気のラーメンも食べ終わったので、ちょっと説明するんですけど、この日煙の固形燃料ですね、火止めるときは、この内蓋、これをね、かぶせたら、アルコールストーブみたいにね、火が止まります。で、付属でですね、こういう中蓋っていうのがついてるんで、これをね、ここに乗っけると、中火と強火、この2つでね、使い分けることができます。で、今日ね、これ初めて使ってみたんですけど、この付属でついてる五徳剣風防は結構弱いんで、そんなにね、大きいものはちょっときついかなと思います。で、風防としての能力は、もうほぼ皆無だと思います。なんで、周りにね、風防つけた方がいいかなっていう感じですね。まあ、ただね、これ一つで、この全開にした時、これでね、150分持ちますんで、なかなか長い時間ね、つけとくことができるんで、非常にいいかなと思います。で、なおかつ固形燃料なんで、まあ寒さにはね、かなり強いんで、冬の時期にはね、結構、まあ俺的には使えるんじゃないかなって思いました。まあそういうわけなんで、これからね、ちょっと完全に空になるまで、これ使ってみようと思います。よいしょ。で、こうですね。これって強いんかな？何回もこうやってやると折れるのかな？ちょっと怪しい気がしますけど、へこませてみました。もう今日はとりあえず出番ないんで、ないないしときますね。で、本日ね、火入れしたこのメッシュの火床なんですけど、やっぱりね、こう下からガンガン火が通る分、布のやつに比べたらかなり燃焼効率はいいかなって思いましたね。その代わり灰がね、めちゃくちゃ落ちます。布の方はね、もうほぼ落ちなかったんですけど、このメッシュのやつに関して言うと、上からこう仰いだりとか、ちょっとね、薪をこうトントンってやったりとかしたら確実に下に落ちるんで、もうこの焚き火シート、これはね、もう必須だと思います。めちゃくちゃ落ちますね。まあね、時間的に言うと、金属のやつだったらかなりね、長い時間使えるとは思うんですけど、やっぱりね、味的に言うと布のやつの方がね、圧倒的にありますよね。これでもね、全然悪いことはないんですけど、なんていうかね、こう色気というか、いろり感というか、この金属だったらやっぱどうしても作り出せないところがあるんで、布の方が俺は好きですね。まあ、ただ毎回毎回ちょっと買い替えることはできないんで、金属でいきますけどね。ちょっと今回もね、喋りすぎましたし、この後もね、喋りたいことめちゃめちゃありますんで、皆さん今回もね、じゃ前編後編分けようかなと思います。というわけで、よろしければチャンネル登録とグッドボタン、概要欄からね、Twitter とインスタのフォロー、あと URL は貼ってませんが、裏垢作りましたんで、裏垢の登録もしていただくと非常に喜びます。まあそういうわけなんでね、一旦ここで動画前編の方終わろうと思いますんで、皆さん次回またお会いしましょう。それでは、さよなら、しばしのお別れです。バイバイ。某有名メーカーのすっごい人気のクッカーなんですよ。ただね、こう初めて見た時から俺これいいな、欲しいなと思ってたんですけど、どう考えても使い勝手が悪いのもう目に見えてたんで、買ってなかったんですよね。まあいいきっかけかなと思って、今回ね、買いました。